染メ分けササクレヤモリは、ハチウコウユウリンモクトカゲヤモクヤモリかササクレヤモリ、属に分類されるトカゲである。ペットとして流通しており、価格が安い、どんな環境にも順応できる丈夫さ、繁殖が良い、ハンドリングができるという点から、ヒョウモントカゲモドキと共に人気の種である。マダガスカル南西部固有種、全長15センチメートル、皮膚には小さい胃ボが点在する。 胴体に暗色に縁取られた名色の横帯が入るタイプと小中線上に白い縦縞が入るタイプが知られている。頭部は幅広く大型。獅子には四角白板があるがあまり発達していないため生体は体重を支えることができず垂直壁を登れない。腰体は体が軽いため体を支えることができ垂直壁を登ることができる。低地の乾燥した。 草原、森林等に生息する。夜行性で、昼間は岩の隙間や倒木のもとに隠れて過ごす。蒸気のように立体活動はあまりできないため主に地表性。食性は動物食の強い雑食で、昆虫類、接触動物、小型爬虫類等を食べる。繁殖形態は、男性で、多い時には1回の交尾で2個ずつの卵を10。 数回に分けて産む。幼体は生後7から9ヶ月で生成熟する。生息地での生息数が多いようで民家の庭先などでも見かけられるという。ペット用として飼育されることもあり、ササクレや森族では最も日本にも輸入されている。丈夫で飼育しやすくハンドリングが可能なことから、 1990年代におけるヤモリブームの火付け役となった。本種は飼育、繁殖とも優しく飼育スペースも大型のケージを用意しなくて済むことから地上性のヤモリ飼育の入門種として紹介されることもある。マダガスカルからの動物の輸出は減少傾向にあるが、本種は繁殖能力が非常に強いため、ペットとしての需要は現在までに輸入されている。 個体からの繁殖個体でも十分にまかなえると思われる。飼育下で16世代まで類代飼育が継続した例が残されている。繁殖力が強い反面、無計画な繁殖を防ぐため普段はオスとメスを分ける必要がある。またメスはカルシウムを卵の生成に大量に使ってしまうので、餌にカルシウムを添加する必要がある。 生後一年足らずで子優が揃えば繁殖もできるが、成長が止まり、短命に終わる可能性が高い。地表性アモリとして多く飼育される、氷門と影もどきに比べると、品種などは少ないが、ザンティック等の品種が知られている。ありがとうございます。